Good morning, everyone. How you doing? I'm Krista from Honolulu, 2024, July 14th, Sunday. 皆さん、おはようございます。お目覚めいかがですか？クリスタルです。今朝も日本より毎朝ラジオスターシード的先生術をスタートしていきたいと思います。今日はですね、皆さんもご存知の通り、朝のね、7時49分 AM に太陽が蟹座さん、月は天秤座でね、上限の月を迎えます。ということでね、今日のチャートは7時49分 AM 上限の月のチャートを使っております。サビアも読んでいきます。お付き合いよろしくお願いいたします。チャプターですね、YouTube のコミュニティ、そしてね、Instagram にもアップしております。上限の月というのは、ごめんなさいね、もう皆さんご存知と思うんだけど、説明させてください。一応自分のために、エネルギーはね、満ちてきますからね。はい、7月21日に、ヤギ座で満月を迎えます。2回目の満月です。すごくね、意味があって、達成力もかなり、結果も出しやすいので、気合い入れていきましょうといった感じです。そのね、1週間後に向けての、中間地点なんですよね。はい、そしてですね、エネルギー的には満ちていって、勢い余って、太陽と月が上限の月っていうのは90度の配置にありまして、そして90度っていうのは皆様ご存知のように、葛藤が生じるといった感じなんですけど、なんかクリスタル的に言えば、勢い余ってどんどんエネルギーが満ちていってるわけじゃないですか。なんかいろいろあったとしても、でもなんか勢い余ってその90度の曲がり角がちょっとなんだろう、曲がりにくいみたいな、そんな感じでエネルギー的には葛藤が生じるんじゃないかなと思って、勢いがある人はなんか勢いだけあって着実にヤギ座的にね、そこにねリーチするためには、着地するためには、何をしなきゃいけないかっていうのが出てきて、そういう気持ちの葛藤だったりとか、だからエネルギーはすごいんだけど、そこのエネルギーのスピード感に、はい、内容とか自分の気持ちとか沿ってますかみたいな感じの見直しの日だと思うのですけど、皆さんね、いろいろ、上限の月の日って気持ちのね取り方はいろいろなんで、いかがですか？よかったら参考にしてください。はい、今ね、お伝えしたように月と太陽が90度です。でもね、いい感じですよ。このね、蟹座の、太陽がね、明日ね、ピーク迎えるんですけど、連日お伝えしている、今ね、7、8年いる、2018年からかな、いる、変革のね、お牛座さん、私たちの豊かさ、自分の内側の豊かさ、物質的な豊かさ、そしてね、社会にももちろん影響してます。この天王星と、ターボエンジンの火星が、もうね、ほぼね、今日も重なっているんですけど、明日がピークを迎えます。これと太陽が60度という、意識するはするほど、いい流れで、要は変革させていけれるってことですね。自分を。はい、でね、やっぱりね、天王星っていうのは、突然の変革的な、人生的にも皆さん1個か2個あると思います。と思ってなかったの、ブループリント的にはもちろん、計画してきたことなんだと思うんですけど、わーっていうようなね、結構ね、鳥肌立ったりとかね、そう言いながらも、その変革があったから今があるんだなって後々考えれるようなこと、これがね、ブループリントで自分で刻んできた突然の変革、自分をシフトアップさせるためのね、はい、それがね、そういう、ちょっとした変革から、そういうワーオっていう変革をね、含めたとしても、この60度っていうのは突然のその変化とかにも、突破口が見つけれて、結局は、恐怖心を捨ててよし行くぞって前に進めれるっていう、エネルギーが太陽と手をつないで流れてきてくれてるということです。だからブループリントとか、このね、地球に降りてくるときにちゃんと計画してきた変化であるっていうのを、今日もしもね、なんか変化を感じて、それに合わせなきゃいけないっていう人も、なんだかんだって進めれることになってたりとか、今そういう状況の人は、落ち着けばそこをね、ちゃんとね、わかると思います。だからいい流れ、いい変化、あなたが計画してきた変化をなせれるように、太陽と天王星、火星は60度で手をつないでくれてます。はい、そしてね、同じくね、蟹座にある太陽と、土星先生、土星じいじっていうのは、ソラさんがね、いつも教えてくれているように、お味噌っていうのは1日2日でできないんだよって聞いて、それからクリスタルは土星が大好きになったんですけど、やっぱりこの地球の醍醐味であって、時間をかけることに、
そこまで正直思えてませんけど、楽しさを感じれたり幸せを感じれるようになったら、もうこの地球もこっちのもうどんとこいじゃないですか。そう、それをね練習させてくれるのが土星先生ですよね。だから結局さらに刷新されて、ヤギ座満月に向かって歩むっていう葛藤が出ようが何だろうが歩んでいくんですよね、私たちね。はい、それに向かって土星ジージは、太陽と土星は120度で、今日は生産性のある意識しなくても綺麗に流れてます。火星天王星の60度より。だから自分の結局、さっき言ったように、どっちにしても向かってやりたいから言ってるわけじゃないですか。そこに、勢いだけ余っても、90度のこの曲がり角の日には自分のウィークポイントを見せつけられたりとか、あ、これ足りないな、現実なんかしなきゃいけないなっていうのが見せつけられて、いやー、やりたくないなって言っても結局やらないといけない。で、それにやるように自分を仕向けてくれる、やっぱりでも立ち上がって一歩一歩行こうかっていう感じでね、持たせてくれるのが今日太陽と土星が120度で、生産性のある配置で流れてくれてます。だからもちろんこの太陽と月がね、90度なんだけど、まあ絶対にいつもこのプロセスのこの90度の時はあるし、何かしらそこでまたステップアップする時の満月に向かってね、これがなかったら満月の達成率は少なくなると思っていいんじゃないかなと思います。はい、今日はねちょっとね時間があったんで、サビアンも、全部ねチェックできたのでね、サビアンを読んでいこうと思います。はい、じゃあねどれから読んでいこうかね。まずね、じゃあね、そうですね、太陽と月が90度ということで、太陽と月から読んでいきますね。はい、太陽は蟹座にあって、サビアンでは23度で読みます。これはですね、サビアンワードは あれこれなっちゃったのだ、ごめんなさい、文学界だ、女って読みそうになって、ごめんなさいね、もういい加減クリスタル字が汚いからね。はい、文学界の集まりというサビアンワードなんですけど、まあこれはね、すごくね蟹座さんなんだけど、まあ中盤度数を過ぎてきたから結構ね家庭的っていうより社会のつながりを、感じさせるワードだし、社会にも対応できる蟹座さん的度数に私たちはなっていけてるんですね。それで、今の社会にイコールちょっと置き換えてください。私たちがその満月に向かってそれぞれ達成しようとかいう内容ありますよね。そこに何が足りないかなどを確実に分析して刷新する力を持っているんです。だから分析するだけじゃなくて、やっぱり行動力が必要ですよね。だから行動力も、ついてくる、そしていけるっていう度数なんですね。これがね11ハウスにあります。だからもうまさに社会を超えたこれから風の時代の、自分のね持っている、コミュニティとかね、属しているところでも、自分はどういう役割とか、どういうふうに、周りの人に、ま、自分も楽しみながらですよ、もちろん、はい、貢献できるか、周りの人も楽しまして自分も楽しめれるかっていう、さらに純度を上げていけれる度数11ハウスで起きてますからね。はい、ごめんね、そんな感じです。それにね向かい合う90度の月の天秤座っていうのは、2ハウスにあるんですね。天秤座さんっていうのはやっぱり正直、きつい言い方になるかもしれませんけど、自分軸が、どちらかといえば平均的にない場の時もあります。だから自分軸を持ってください。理由がですね、やっぱりね、ちゃんと周りの人とのバランス調和を取れるから、人によってはこのエネルギーっていうのは他者に重視しすぎて自分が疲れちゃうみたいなね。なんか周りはすごい美しく調和取れてるねって言われてても、自分がめちゃめちゃ我慢してたり、めちゃめちゃ自分の本当やりたいことを我慢して譲ってるとかね、そんな感じの天秤になっていると、特にねこのね90度的葛藤は、その葛藤も出てくると思います。これもね人それぞれです。そしてね同じくね23度なんでね、サビアンワードはオンドリなんですね。はい、もうオンドリ何なんだよって感じなんですけど、もうはい、はい、ジャンプとね着地を楽しみながら、まあ遊べれる、ジャンプしたり着地したり、まあ忙しくね、行動的にね、それを遊ぶ度数となっています。ということは、もっと崩せばね、いち早く、なんかもうとにかくジャンプと着地って全然違いますよね。まあでもジャンプしたら絶対着地しなきゃいけないんだけど、まあとにかくいろんな行動をしながら、周りをねいち早くね見ることによって、これも分析に関係してくれるんですけど、キャッチする
能力が、私たちにあるんですね。はい、っていうのはインフォメーションとかまさに風の時代だから、私たちが向かう、あなたが向かう方向に向かってね、さらに満月に向かって必要なこととかを、の情報とか、あとねそれが時代に合ってるかどうかとか、周りの要は、クリスタいささかいつも KY ですけど、空気が読めてない人の場合は、キャッチしやすくなる、そういうのも踏まえてです。はい、これがね、サポートとしてねエネルギーにあります。ただねちょっとねやっぱ言っときますね、気をつけてほしいのが、一応ね大きな契約とか大きな買い物はクリスタルはしない。なぜかっていうとね、今日ね月がね天秤座で朝ね7時50分からもう夜のね11時54分までもう1日じゃないかって感じなんですけど、月の天秤でボイドタイムなんですよ。でこれすごい1日じゃないですか。うん、でねボイドタイムの時は結局はあんまり大きな契約、今言ったように大きな契約とか大きな買い物とかなんか大きな決め事はしない方がいいと思います。決め事っていうか自分でしてまた見直すのはいいんだけど、その決め事をしてそれを、行動に移すっていうのは今日は避けた方がいいんじゃないかなと思う。まあどっちにしても、上限の月のその言った90度で何かしら、葛藤とかこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないっていうのを、今日はね、ゆっくりお家の中、まあお家動いててもいいんだけど、それに関してはゆっくりお家の中とかカフェの中で考えながら、今日は動かずに、それをまあノートに書き出したりとか、頭の中で、いろんなね他の天体もね、分析力を持ってね確実に、なんだろう、そういうエネルギーがあるから満月に向かって必要なものを自分で書き出したり、頭の中で整理整頓する日にすればいいので、まあ何か大きな契約とか大きな買い物をする人はあまりいないんじゃないかなと思います。私たちも動物だから、星が分かってなくても、今日の星が上限の月って分かってなくても、そういう風な流れになるっていう流れの人は、まあそれも、人生の中でセッティングした流れなんだと思う。まあ言えばクリスタルで言ったら、だいたい人生変えてる時って、主人と一緒に会社をね、主人を起こした時も、細木和子で言ったら大殺界なんだっけ、なんか干支のやつで言ったら、天中殺、要はあれって悪い方に動くんだだけじゃなくて、天とそこがつながってて、大殺界って言ってるのはそこの方であって、言っちゃったらそっちなんだけど、はい、上は普通以上の運気よりも行こうと思えば全然天まで突き抜けれますよっていうのを多分ね説明隠されてるよね、あれってね。そう、そんな感じなんです。だからその今日上限の月でも何かもう絶対逃せれない、何かしなきゃいけない人は、そういうあれなんだなって思って、クリスタルだったら、もう腹くくっていきますといった感じです。でもその時のがうまくいってるからねといった感じです。でも、ね、一応参考までに何か買おうけど、今日買わなくていいならやめましょうといった感じです。はい、そしたらですね、次ね、アセン、1ハウス、太陽が昇ってくるとこね、今日ね。はい、これがね、もう、クリスタル大好き乙女座さんなんですね。ちょうどね、0030分なんです。ということはサビアンは1度で読みます。サビアンのワードは男の顔です。これってどういうエネルギーかっていうと、もう本当パワーです。1度っていうのはパワーです。パワーオブ、何のパワーがあるかっていうと、はい、これなんですよ。乙女座さんの観察力、識別力、分析力、これがすごいみなぎっておりますよ、今日は。はい、だからね、落ち着いていろいろ分析しましょう、考えましょうということなんです。人生の方向性、これがねすごくね、着実に落ち着いて、すごいね分析力を持って、練り直すこと、必要であれば練り直すこともできるということです。はい、そしてですね、このね乙女座さんの今日はルーラーも見ます。ルーラーは、守護星ということなんで、守護星は、連日お伝えしている頭キレキレの彗星でございます。この彗星は今12ハウスにありまして、これもね連日お伝えしている自分表現をしやすい獅子座さんでございます。獅子座さんは、このね、2度47分にありまして、3度で読むんですよね、サビアンって。はい、これどんな獅子座の3度ってどういうエネルギーの、意味かというとね、生産性があります。まあ動きが出せれるっていうことですね。ずっと止まってたものが、動き出すといった感じです。なんだかんだ流れが出てくるよという感じです。だから今日流れ出なくても流れが出る方向に行くっていうふうに思ってください。今日流れ出さなくても大丈夫です。はい、
ワードはね、髪型をボブにした女って感じなんですけど、まあこれもちょっとあの昔の言葉なんで、昔80年代かな。はい、まあ今また流行ってきてるけど、ボブって結構なんか奇抜的な、うん、その頃にはね、髪型って言われてて、女性がなんだろう、ちょっと髪が短いじゃないですか、長い、長髪の、長髪って言っていいのかな、長髪の女性に比べたら。で、それってなんかこう、すがすがしく、あの若々しく、乙女座さんって若くずっといれるんですよね。そしてもって、なんかその時代にボブにするっていうのは、チャレンジしていくわよっていうアピールのエネルギーを見せているって感じなんですね。はい、それがね、あの今ね、獅子座さんにあるので、まさにそれを自分を打ち出して見せていくっていう感じっていうのはもう分かってくれると思うんですよ。だからそういうエネルギーで、あのクリスタル的には今日の90度とはいえ、もうなんかいろいろやっていくよって、今日はじっとしといて、ちょっと落ち着いて、上限の月だからといっても、なんかエネルギーがもうみなぎってきて、勢い余って90度も車で言ったら曲がりきれないみたいな、スピード落とすのを忘れちゃいそうになっちゃうぐらいの、まあ、上限の月なんじゃないかなと思うんですけど、皆さんいかがですか。はい、そんな感じですね。はい、うん、全部読みましたね。ごめんなさいね。あ、それでですね、ごめんなさい。太陽とね、その、60度の生産性を持って変革させてくれる、天王星と、ターボエンジンの火星、これがね、またね、あの、MC っていう、天頂、はい、ここに、もう本当に、乗っかっちゃってるんですよ。あ、いい意味で乗っかってるんです。ってことは、もう絶対確実に今日エネルギー、そう言いながらも、葛藤ありながらも、みなぎってる人いっぱいいるんじゃないかなと思って、なぜかっていうと、方向性は決まってるんですよ。怖い怖いって言いながらも、先ほどちょっとリピになっちゃうんですけど、あなたがブループリントで自分で嫌だなって思ってても、潜在意識で嫌だなと思ってても、潜在意識、ブループリントでは、いや、もうこっちに行くよみたいな感じでね、すごい90度でも曲がっていかなきゃいけないぐらいの勢いでね、あなたはセッティングしてるから、今日の葛藤があって、天秤座の月の、なんかね、他者に行きそうになって自分軸を忘れそうになっても、結局は MC にこの、明日ね、特にピークを迎えます、この天王星と、火星のこのコンジャンクションがガンって乗ってるからね、もう変革していきます。あなたは変わっていきます。さらに刷新されて、ヤギ座満月に向かって歩んでいくということです。はい、だからやることは葛藤の中に落ち着いて考えて、自分のウィークポイントに向き合う、そして向き合ってもそれに、ちゃんと着実に、向き合って、改正したり進んでいけれるのが、土星ジージの、サポートであるということです。でもこれは今日しなくていいです。そういうことを今日考えて見直して、アセンのね、乙女座の分析力を使って落ち着いて、まず、まあ、イメージ的には紙に書き出す。また明日から動き出すっていうのがいいかと思います。そしてね、もう連日ね、これに必要なのが、はい、ドラゴンヘッド。おひつい座さん、私たちが、あなたが向かう方向。そしてね、I am です。アイデンティティです。まさに自分軸です。そしてね、同じくね、月と同じようにドラゴンテール、流体。はい、タンデムから下のあなたが魂が思っているように行動できている場合は統合できている、ドラゴンヘッドとテールがね、はい、だけどもしもあなたが、頭ではやりたいのはこう思ってるけど、人に合わせて行きたくないカフェに行ったりとか付き合いしていると、このドラゴンテールの、天秤座はまだ他人軸、地の時代のね、なんか地の時代っていうのを言葉もすごい古臭く感じてきましたけど、のあなたの昔のあなたってことです。だからその天秤じゃなくて、昨日も言ったように自分軸の天秤で、内なる天秤で、他者とのコミュニケーション、そして自分の内側との、神なる対談ね、コミュニケーションをとって、統合して自分が行く方向に行く。そして今日は MC も、天王星と、ごめんね火星が一緒にひっついて、あなたの本来行きたいドラゴンヘッドのおひつい座さんの力になってくれてます。それでも絶対自分は変わっていくんだといった感じです。はい、明日はね、そのね、7月15日火星と天王星が重なります。まあいろいろ、先生術の先輩や先生たちはまあいろいろ言われてるけど、うん、
それはね、クリスタルはあんまり自分の口からは言いたくないから、なぜかっていうと、それってその意識持っちゃうとそっちになっちゃうんじゃないですかって感じなんで、皆さんね、それぞれ、思っていることを信じることは自由なんで、クリスタルは言いませんけど、クリスタルはいいように変革されていくと思ってます。それはね、また明日言います。ただね、明日はね、確かにね、いろんなね、ハードアスペクトって言われる、ちょっとハードな配置がたくさんあります。それは明日お伝えします。今日は今日で、自分が行く道をもう一回復習しましょうと、クリスタルは自分にもそう思ってるんで、そうします。それでね、明日ね、ハードアスペクトが来ようがなんだろうがね、全然行くよって感じですよね。クリスタルすっごい頑固なんで、そんなこと言われてもビビらずに行きますよ。そんなこと言ったって、そういう時期に生まれてきてて、はいっていう感じなんですね。だから毎日葛藤があろうがなんだろうが、それは、解放のための、自分プラス集合意識でつながってる。そして、まあ、何々家の娘、何々家の 息子じゃなくて子供として生まれてきた代わりには、その家系のもしもカルマとかなんかあるなのなったとしたら、それも自分が全部引き受けますよって感じですよね。どこかしら受け入れるところがなかったら、この地球上に私たち降りてきてませんし、その交換条件で自分が作ったカルマももちろんあると思うけど、あの輪廻転生の間にね、だけどその家系のカルマも被るっていうか引き受けるっていう意味で来てるから、そこに対する見えない自分で分かってない葛藤も、こういう上限の月とか明日のハードアスペクトの日にはあるかもしれないけど、ちょっとしたね、内側とかは外側でも、うん、でもそれも全部受け入れる覚悟で結局は降りてきてるんだから、そんな、ちんたらちんたら痛くないなっていう風に、ちょっと今日はヤンキーっぽいんですけど、と思ってます。ちょっと遅刻のね、徳島って88カ所で、うん、まあいろんなとこにお寺があるし、空海がもう本当にね、88箇所回ってくれたところなんでね、結構ね、みんなね、四国の人ってこういう考えしてるんじゃないかなって思うんですよね。そんな感じでね、葛藤、今日も上限の月で葛藤があるって言われれば言われるほど、なんかみなぎってくれるって感じなんですね。はい、ちょっとね、今日は長く喋りすぎましたけど、よかったら参考にしてください。 Thank you for listening and thank you for watching everyone. Have a nice Sunday. じゃあね、見直しして、満月に向かって進もうじゃありませんか。イエーイ。